檻の中にはゴリラが1匹。しかし足にはスケート靴など履いていない。飼育係がホースで水をバシャバシャ撒き出した。すると信じられないことが起こった。なんと水を撒いて滑りやすくなった床の上でゴリラが見事に回り出したのだ。これぞまさしくウルトラシーリー。ローランドゴリラのキング君、飼育係が前崩れるみんな嬉しくて素足で見事にスケートなさる。これって誰に教わったわけではない。いつの間にやらぐるんぐるん回転するっていうか驚き桃の木三種の木。いやなんとも見事な回転技。さらにこのゴリラ回転しすぎて目が回っちまうゴリラだった。